はい、皆さんこんにちは、本日は楽しみにされている方いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います。昨年7月に出たこの5本、英語科学民科、日本の国力が地に落ちる、この本ですね、ベストセラー回答爆心中です。で、また確かに読みやすくて、かつ非常に奥行きが深い、ぜひどなたもこの本手に取っていただきたいと思います。早期の英語教育がいいかどうかとか、そういう狭い範囲の話じゃないですね。英語という言葉を母語の代わりのように学ぶということの持つ意味は、実はもっともっと大きな政治的な意味を含んでんだよというですね、大変重要な書物、非常にこんなね小さい詩書ですけれども、重要な意味を持つ書物だと思います。これをお書きになりました九州大学准教授瀬照久先生に本日はお越しいただきました。瀬さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はじめましてですね。はい、そうです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。瀬さん、実はここの方にですね、はい、お仕事を数々、この並べさせていただいております。はい、まあ、強調のものも多いんですが、はい、中に例えば非常にこうハードカバーのですね、専門的な5本もありますね。ナショナリズムの政治学と、で、規範理論への誘いと、はい、こっち側の5本の中にもですね、リベラルナショナリズムという言葉が出てきて、はい、まあ、先生が改めて英語教育学とかの先生ではなく、はい、政治学の先生、そうですね、はい、政治を語る、はい、つまり権力の構造とか、はい、その力のせめぎ合いというか、いうものを研究する方が英語に注目したんだ、はい、そういう本なんだということがよく分かりますね。はい、なんで瀬さんがこの英語科学民科という本を書きになったのか、はい、まずはですね、はい、ちょっとその前にご紹介していきましょうね。71年に福岡に生まれました、はい、九州大学比較社会文化研究所文化研究員の准教授でいらっしゃいます。はい、慶応義塾大学大学院法学研究科政治学専攻後期博士課程修了、博士とか言ったんですね。専門は政治理論、人権論、政治哲学、特に近年はリベラルナショナリズムの政治理論、自由民主主義とナショナルのもとの理論的な関係性について考えた。はい、ナショナリズムというとちょっとね、この他国とこういさかいを起こすようなですね、はい、右翼のイメージを持つ人も多いかもしれませんが、健全なナショナルなもの、はい、それを土台にしないと実は自由主義も民主主義も花咲かないんだと。そうですね、はい、ね、はい、と今までの右翼左翼の対立の間、そういう不毛な会話の間から何か、はい、いやナショナルなものは健全なものとしてきちんと、はい、大事にしながら、はい、その上でリベラルデモクラシーを構築しようと、はいはい、そんなことをおっしゃってらっしゃるように気がします。はい、で、著書はこの英語科学民科、そしてまともな日本再生会議、あるいは TPP 黒い条約、これ中野武さんが書いたりしているところに一緒に関わってらっしゃる、ね、はい、中野さんなんかと協調って多いですね。そうですね、はい、同じあれですか、関西、でも普段も九州の方にいらっしゃるんですよね。はい、関西に行かれてもちょっと関係ないですね。何か人脈が近いというか。そうですね、まあ、それに中野さんとはですね、やっぱり考え方が近いといいますか。なるほど。私このリベラルナショナリズムという、まあ、後でこの後スライドもありますけれども、まあ、要するに自由民主主義の根底にはその健全なナショナルなものがないとまずいんではないかっていう研究を、まあ、これ英語圏の政治論なんですけれども、これを、はい、まあ、近年興味持ってやってきたんですね。で、つまり私は政治的にですね、自由民主主義の基礎にはナショナルな健全なナショナルなものがなければならないんじゃないかと。で、中野武さんはですね、まあ、経済の観点からですね、安定した経済社会を作る、安定してこう発展していってあんまり格差がないような経済社会を作るためには、やはり健全なナショナルなものっていうのがしっかりしてないとまずいのではないか。そういうところでですね、中野さんと私、うん、考え方が近いと私は思うんですね。はい、で、まあ、この TPP の中には、はい、実はなかなか話題になりにくいんですけれども、はい、
最初に発表された頃、はい、まだ完全な情報ではないですけど、21分野に及ぶという中に公共調達、はい、まあ、つまりは公共事業ですよね、はい、というのがあって、はい、それも日本全国の津々浦々地方に至るまで、はい、これを英語でね、はい、入札しなさい、英語でホームページ出しなさい、はい、英語で文書処理しなさい、はい、などというですね、はい、もういきなり英語帝国主義のようなことが、はい、じゃあそちら側でアメリカは日本語 の、はい、あのちゃんとパンフレットとか、日本語で書いて入札のね、はい、仕様とか、はい、ホームページ書くのかよって書かないですよね。そうなんですよ、はい、3回国がそれぞれの原稿を大事にしてお互いの原稿で何でもしましょうって分かるんですけど、はい、全部英語一色にしてしまう。いやいや、そうなんですね、はい、あれの問題ですよ、ね、これかなり大きな問題だと思いますね、この公共事業 の、 この入札ですね、まあ、これ政府調達ですかね、この政府調達、いやまさに今回何ですか、大筋合意に至った条文というのを、まあ、今日持ってきてるんですけれども、はい、この中の15章に政府調達という項目がありまして、やはり、はい、公共事業 の、 この使用書とかですね、この発注 の、まあ、調達計画ですね、うん、調達計画の公示っていうのは英語を用いるように努めるべきだっていうのが入ってるんですね、うん、ですから今後ですね、今非常に大規模な公共事業については今も国際入札をしてるんですけれども、うんうん、まあ、今後TPP 入ったらかなり市町村に至るまでですね、かなり額の低いものまで国際入札にしなきゃいけなくなると。でその時に全部ですね英語で使用書を作成して、でおそらくですね入札手続きも英語でやっていかないと文句つけられると思うんです ね、 ですね、これは英語で問い合わせが来て、でそうなんですよ、どこかのねミネソタのね建設業所から、はい、来たメールにいちいち英語で返して、そうなんですよ、それ もう本当に市町村に至るまでそういうことやらなきゃいけないってことになるんです ね、 ね、もうそうなるともう事実上英語が公用語にならないとまずいわけですよね。これがね霞ヶ町、はい、霞ヶ関の本省エリートとか、はい、そういう話ならともかくね、はい、全国津々浦々に至る、そうですよ、このね、はい、県だけじゃない都道、はい、この市町村、はい、そこに至るまでそうですね、それはもうみんなてんやわんやで英語勉強するか、はい、あるいは申し訳ないけど英語できない人はちょっと感触に退いても、急いで英語できる人を雇わなきゃとかね、ということになります ね、 ね。でもう一つはもうビジネスチャンスですね、英訳する業者っていうのがですね、もう外資系のそういうノウハウを持っている会社とかが多いんでしょうけれども、おそらくその方がもう地方自治体はそういうものにもうべったり頼ることになるでしょうね、はい、アウトソーシングもしくはそうですね、まあ、もう その一部も、はい、もう丸がかりしちゃってやってもらう、はい、もう情報もダダ漏れでしょうし、ね、もうお金も全部向こうにそっちに流れちゃいますね、もう本当のこれ大きなビジネスの機会が出てきますね。そうですね、はい、これ長い年月経ていけば、はい、官庁の用語は英語なんだなんてことが、はい、下手すると染み付いてしまって、なると思いますね。で、官庁用語というのが英語だっていうことは、はい、公用語が英語で、はい、生活語が日本語で、はい、いやそうなってしまいますね。ということになります、もう日本語はいわゆる現地語になってしまう。現地語になってしまう。昔水村美奈恵さんという人が日本語が滅びる時という本を、2008年ですかね、出しましたけど、その時に日本語はその、天下国家を論じられる国語じゃなくて、まあ、旧植民地諸国のですね、身近なことしか卑近なことしか喋れないような現地語に落ちてしまうんではないか、難しい言葉が喋れない言語になってしまうんではないかっていう話をしてましたけれども、もうまさにですね、日本語ではビジネスも学問も、まあ、こういう公共事業のようなこう行政もですね、立ち行かないような単なる現地語に落ちてしまう可能性っていうのは、これ本当に目前に迫ってると思うんですね。これ植民地そのものなんですよね。だと思いますね。本当に、はい、私、まあ、後で出てくると思いますけれども、今も現在もやっぱりこの地上には帝国、前とした帝国があり、はい、そこから解放されたあれまでその支配下にある、はい、事実上の植民地に近い状態にある、そういうところに行くと本当に日本とは違ってですね、はい、本一冊読むのも、はい、自分たちの本来の言語で読めないんですね、そうですね、当たり前のことが学べない、はい、だものすごい簡単なものしかなくて、はい、高等教育あるいは世界の文学、はい、世界の知というものにアクセスしようとすると、はい、その領域をこの支配している最大の支配言語、はい、
英語である場合もあるし、ロシア語である場合もあるだろうし、そういう言語を学ばなければ、はい、一級市民になれない。そうですね、はい、だから国の独立が果たせないんですね、はい、これはね大変なことですよ。そうです、ね、日本自ら今ね植民地に、はい、もうそうです ね、はい、これまででもずっと軍事的なある意味植民地でしょ、生まれてきたんですけど、本当のもう魂の内実から植民地になるかね、はい、でもその方向にどんどん進んでるように思うんですね。はい、いや恐ろしいなと本当に思います。まあ初っ端から一番寛容なところは触れているんですけど、今、はい、お話になったリベラルナショナリズムとは何かと。そうですね、一見矛盾するとリベラルとナショナリズム、はい、これはまあ日本でいうと右翼と左翼とかね、はい、自由主義者とね、それからちょっと偏見の右翼みたいな言い方で分けてたと思うんですけれども、はいはい、それを組み合わせて肯定しようとする思想だと、いうことなんです、はい、ちょっとご説明いただけますか。まあ、これ一つ、これ90年代後半にですね、うん、まあ、こういうデイビッド、イギリスのオックスフォードの先生ですけど、デイビッド・ミラーさんとか、はい、うん、まあ、ヤエル・タミールさんというのはこの人イスラエルの大学の先生ですけれども、あ、政治家でもあるんですけれどもね、まあ、この人たちが90年代後半ぐらいから、まあ、英語圏で議論され始めた思想なんですけれども、うん、これどういうものかと言いますと、やっぱ自由民主主義の基礎にはナショナルなものがやはり必要ではないかっていうんですね。これナショナルなものというのは、例えば国民の連帯意識、仲間意識ですね、まあ、そういうものとか、またはこうナショナルな言語がしっかりしていること、まあ、国語ですね、そういうものがしっかりして共通言語があること、まあ、またはそのナショナルな文化っていうものが反映していて、人々がその自分たちの社会制度にある種の愛着を持っていることですね。文化がその共有されてるんですね。共有ということですね、はい、階級によって分断されてたらダメだとしますね、はい、そうですね。であと連帯とその社会に対するある種の愛着ですね。そういうものがないと、実は自由も平等も民主主義もですね、そういうもの、自由平等民主主義、そういうものがきちんと機能しないんではないかっていう発想なんですね。ですから自由平等民主主義の、まあ、その政治をするためには、そういうナショナルなものっていうのがやはりある程度しっかりしてないとまずいんではないかっていう思想なんですね。これなぜこれ90年代半ばに登場してきたかと言いますと、一つはやはりここですね、新自由主義の台頭に対抗する必要があると、まあ、つまり新自由主義に基づくグローバリズムっていうものが、まあ、平等とか民主主義とか、そういうものを脅かしているということなんですね。まあ、つまり、まあ、一番はっきりしているのは、例えば平等っていうのがどんどんこの新自由主義台頭以降ですね、格差社会化っていうのがどこでも進んできていると。で、例えばこの富の再配分という問題一つ取ってみても、これ実は社会の中に熱いですね、連帯意識、仲間意識がないとこれ機能しないんですね。つまり民主国家において福祉が、再分配が成り立つというのは、こう恵まれない人の境遇に恵まれてる人間がですね、ああやっぱり大変だな、助けなきゃいかんな、同じ仲間だもんなっていうですね、でそういうふうにこう共感の意識を持ってですね、でそして再配分に同意すると。でそういうのがないことには、民主国家において福祉は成り立たないんですね、まあ、つまり平等も成り立たないことになりますね。ですからそういう意味でも現代世界でそういう熱い連帯意識が確保できるのは、やはりナショナルなものしかないんではないかっていう発想なんですね。これはリベラリズムをそのまま訳せばね、はい、自由主義で、これ新自由主義、はい、ネオリベラリズムと言います、はいはい、ネオとついていて、だからリベラリズムの進化系もしくはですね、はい、アリュー、はい、まあ兄弟ぐらいに考えられてきたんですけど、はいはい、新自由主義のこの消滅の極め方、はいはい、それから現れてきたこの結果とか、はい、その結果を通じてはっきりする本質、はい、という正体というものを見ると、これ全く違うもんだね。いや全く違いますね、という気がしますね、はいはい。